曲、歌っていきます、先ほどの、金之助二号さんも素晴らしい歌で、感動しました。はい、私も、歌を歌ってまして、結構あの19歳の頃から路上ライブやったりしてまして、それであの島村楽器は、ゆかりが丘のとこでゆかりが丘の駅のとこで路上ライブやったりしてたんですけど、はい、結構楽しく、やってました。はい、で、今日は、バラード系が結構多いんで、よろしくお願いします。はい、はい、ちょっと音大きめかもしれないです。もうちょっと下げてもらっていいですか。はい、あ、OK です。はい、あ、誰しもみんなの太陽という曲やります。誰しも不安で辛いこと
緊張しております皆さん、リラックスして聴いてください、よろしくお願いします。では、君の笑顔という曲を聴いてください、結構内省的な、感じで 曲作りを始めたんですこの曲は、でも、着地点としては結構あのポジティブな曲でがバラードです。よろしくお願いします。では聴いてください。あの時のしくじりまた悩んでいたんだ。誰にも気づかれないように消えてしまいたいと思いながら、そんな自分の情けなさに嫌気がさしてしまうよ。あの頃の痛み、あの頃の苦しみ、また逃げるつもりかい。数えながらテレビを見てると落ち込んでる。いつも部屋の隅っこで明日の自分と会話してるよ。輝く光の渦の中で不安と絶望が手を振ってる。許そう旅の途中で足を止めることはあるけど。
ありがとうございます。